続いて替え歌です。はい、今週の課題曲はこちらでございます。はい、ということで、大黒摩季さんのラララでございますね。はい、はい、お願いします。ラジオネームひろき。はい、ヒンヒントヒント欲しい、キャバ嬢くどくヒントをください。いいじゃないですか。ラジオネームカラフルアフロ。交換を激しくかきむしる。今日俺がやった主な動作です。バカだな、バカだな。交換をじゃねえんだよ。難しいんだよ。これは難しいよね、文章だけでね。ラジオネームカラフラフロ。はい、初詣でおみくじで今日引く。だけど俺はその夜に巫女で抜く。バチやな、ドンパガーの。ラジオネーム三平。あーじゃ、じゃがー、ダンプ、カンドリー、みんな鬼たつしの元カノ。違う違う。違う、適当なこと言うな。じゃがー、ダンプ、カンドリー。カンドリーは好きですね、僕。カンドリー。鬼田さんモテるな。モテるなじゃないんだよ。事実じゃないからね。ラジオにラップ、あげとこうか今ね。ラジオにラッパーザキバチョフ。買うパー汁を味噌汁入れる、それが道場六三郎流派だ。買うパー汁をか。まあいいんじゃないですか。ラジオも長寿ゲガジャクソン。いっぱい父がアワビ取ってる。警察の目を盗んで取ってる。やめなさい、本当に怒られるよ。ラジオ三平。加賀たけしさんはやっぱりミック・ジャガーとゴリラのハーフか。そうだけど。だけどじゃないよ。でも似てるけど。似てるわ。あげよう。パン。ラジオの長寿ギガジャックス。はい、僕、童貞、お前、仲間、今日からお前の家に住ませて。なんでだよ。お前童貞だからって。童貞シェアハウス。童貞シェアハウス。ラジオネーム、長寿ギガジャクソン。マイク、タイソン、ベッキーと会って、右と左の耳たぶ食べちゃう。事件だよね、事件。事件です。FM 長野ポップなクレーマー。パパ、どうして最近ずっと会社に行かずに寝てるの。クビになったんだよ。ラジオタテヤ。ゆうすけサンタマリア、特に理由はないけど打ち首。ハハ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 
飾る小雪。以上。